ージック、お相手は宮本かりんと田崎あさひです。 M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回はこの2人でお届けしていきます。 M ラインミュージック、今回も盛りだくさんな内容でお届けしていきます。もう8月も終わりに近づきましたが、 MC のお二人、この夏の活動を振り返ってみていかがでしたか？まあこの夏ね、いろんなことがあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、夏を振り返ってみて、はい、どんなことありました？今年の夏はあのビタースイート、夏にリリースするのが、真夏にリリースするのが初めてだったんですけど、うん、そのおかげで、いろんな地域にこうリリースイベントとかに、うん、あの歌わせていただいたりとか、あとはあの私田崎の地元が長崎なんですけど、長崎の大きい、あの割と大きいイベントで、あの港祭りっていうお祭りに出演させていただいたりだとか、でそれこそ今回のシングルが、2人とも故郷をお互いテーマに作った楽曲なので、うんうん、その曲をお互いの地元に歌いに行くっていうのが結構嬉しくって、やっぱりこう地元で歌う自分が作詞した楽曲ってちょっとなんかいつもと違うなって、ちょっと涙ぐむ時もありました、うんうん、あー素敵、うん、かりんちゃんはいかがですか？私はですね、うん、あの今年はあの去年よりもたくさん外部のフェスに出演させていただきまして、ほうほうほう、本当にね、あのフェスって、はい、こう対バンっていう感じなので、結構戦いじゃないですけど、私の中では戦闘態勢みたいな感じで、うん、やらせていただきまして、うん、まあなんかこういろいろね、自分の楽曲ももちろん歌ってたんですけど、うん、カバーでジュースジュースの楽曲を歌ったりとか、あとはあの続美優伝さんがカバーされてた、はい、ボーイさんのオンリーユーを、うん、あのカバーさせていただいたりとかして、すごく楽しかったなって思うので、うん、まあ、なんかこれを機に宮本かりんを知ってくださってる方が多くなってたらいいなというふうに思ってる夏ですね。まあ、これからね、はい、まだまだ夏は続いていきますし、そうですね、暑い日もね、うん、続くと思うので、みんなで頑張っていきましょう。はい、まずは M ラインスペシャル2023マジカルウィッシュから、夏焼きみやび、宮本かりん、長谷川萌実、佐藤まさきがパフォーマンスしたガタメキラをご覧ください。Let's do it.
こちらは太陽とシスコムーンさんの楽曲ですが、うん、この楽曲は個人的にすごく思い入れが強い楽曲で、小学6年生の時に新しく今いるハロプロメンバーでビユーデンさんだったりとか、うん、ミニモニーとかプッチモニーとか、うん、昔あったグループをもう一回やろうみたいな企画があった時に、うんうん、この楽曲を歌わせてもらったんですよ。小学生の時に？そう、小学6年生の時につんくさんがなぜかこの楽曲を選び、で竹内あかりちゃんはニコニコしながらこの曲を歌うという、すごい面白いっていう感じで、はい、この時先輩方とかやっぱりこう見に来てくださる方に褒めてもらったっていう、なんかすごい思い入れがあるので、なんかその時の自分になんか負けちゃいけないなっていうのはすごく感じながらやらせていただきましたし、当時よりもフリーの部分が多かったので、まあ、そういったところでこう動きの大人っぽさだったりとかも出しつつ、やっぱりその当時の宮本花凛らしさ的なものも失わないようにしながらパフォーマンスをしてみました。なんかそういうフリーだからこそ、うん、おのおのの個性がとても引き立って見えて、めちゃくちゃ素敵な一曲だなと思って見させていただきました。いや、M ラインスペシャルならではですよ ね、 ね、やっぱりグループだとね、ちゃんと揃えることが多いけど、なんかそういうのもね、ぜひぜひ皆さんに見ていてほしいなと思うところです。はい、そしてこの太陽とシスコムーンさんのガタメキラのミュージックビデオも先日ハロープロジェクト25周年を記念して、アップフロントチャンネルに公開されました。やったさら
らにね、はい、太陽とシスコムーンさんといえばこちらも先日発表されましたが、うん、9月9日10日に開催されますハロープロジェクト 25th アニバーサリーコンサートの9月10日のお昼の公演に、うん、太陽とシスコムーンさんの篠田さん、うん、稲葉さん、小湊さんが出演されるということで、私は夜の公演に出演させていただく予定なので、はあ、もうね気合が十分なので、そうか、みんな気合十分なので、そうだよね、楽しみにしています。8月31日に行われる M ラインスペシャルタワーホール船堀の公演では、朝日ちゃんも久しぶりに出演します。意気込みを聞かせてください。今回このツアーに出演させていただくの本当に久しぶりで、うんうん、まあ、長らく踊ってなかった分もあるので、確かにずっとリハーサルについていけるのかどうかっていうのも結構不安なところではあるんですけども、うん、ちょっとみんなと一緒に弾けていけたらなと思っております。セットリストもね、うん、ちょっと一新した感じにみんなで話し合ってしたので、うん、ぜひぜひですね注目していただきたいなと思います、はい。続いては田中麗奈ライブ2023しっとり麗奈復活の R 回から激おこな出来事をご覧ください。唇尖らせたって唇尖らせたって
こちらはラベンダーの楽曲ですが、うん、田中さんのね、こう、なんですかね、ニュアンスがめちゃめちゃ入ってる歌声みたいな、うん、あの感じが、ええ、やっぱ これですよねみたいなのがすごいね、素敵だったなと思いますね。そうですね、なんかあれだけこうキビキビ、メリハリがある動きされながらも、うんうん、一音もずれないっていう、さすがレイナさんって思いながら見させていただいたのと、あとなんか途中でギターとベースかなが、うん、同じラインでこう辿っていくのが、うん、こうかっこいいなと思って聴かせていただきました、うん、はい、朝日さんは、うん、ラベンダーさんとも関わりが多かったと思うんですけど、はい、なんかラベンダーさんの楽曲で印象的な楽曲あったりしますか？私もうずっと言ってるんですけど、少年っていう楽曲がめちゃくちゃ大好き で、うん、でこちらはそんなにアップテンポな曲ではないんですけど、なんていうのかな、まあ、歌詞の世界観もそうですし、バンドならではの醸し出せる憂い感みたいなのがめちゃくちゃかっこよくって、うん、でもう自分でも弾き語りもして、耳コピしてとかやってみたりして、もう今でも何かラベンダーさんの楽曲で歌っていいよって言われたら絶対少年を歌うなって思うくらい大好きな楽曲です。私は、うん、私が言う前に抱きしめなきゃねっていうインディーズシングルを、うん、ジュースジュースがリリースした時に、モーニング娘。さんのライブのツアーに帯同させてもらってて、はい、その時にラベンダーさんもいらっしゃったので、なので、お写真を撮っていただいたりとか、ギターを見せていただいたりとか、うん、当時は中学生なので、こうなんかちょっと近所のバンドやってるお姉ちゃんのなんかとこに遊びに行くみたいな、うん、なんかそういう感じがしながらお話をしてたのをすごく覚えていて、特に、マリンさんは、はい、私多分数文字違うだけなんですよ。宮沢マリンさんと宮本かりんで、すごい本当だ似てるねっていう話で盛り上がったっていうのもあったりして、なんか懐かしいなと思いながら聞いていました、ベビー一緒に一緒に越えたいの境界線の向こうがさ、どうかしちゃった夜の中で愛を紡ぎましょう、すべてさらけ出して胸の奥のハッピー感じてるから、キスはあげるよ今さら好きなんて言葉より効き目あるでしょ、あなたにだけはそっと教えてあげる胸の、想像してたよりも結構本格的に撮っていただくということで、びっくりドキドキ嬉しいみたいないろんな気持ちなんですけど、久しぶりになんかミュージックビデオ撮影みたいな感じで撮ってもらうので、まあ懐かしい気持ちを思い出しながら頑張りまなかしたいと思います。キスをあげるよ今気づいてない、ポイントとしてはやっぱりシュワシュワなサイダーをイメージしまして、ちょっと夏っぽい感じで水色の透け感のあるものを選んで、でもリボンで女の子らしさもありつつ、でこのスカートもヒラヒラしててガーリーなんですけど、ちょっと肌見せをするっていうことで
なんていうんだろうな、若干こう曲の中のロックなかっこいい部分を少しここで出していくみたいなのを意識して、まあでも初恋ってあるのでなんか白で純粋な感じ、うん、っていうのを表現して、髪型もポニーテールで爽やかにしてもらいました。ということで初恋サイダーの歌唱動画撮影、今終わりました。ちょっとねあっという間で大丈夫かなってドキドキしているんですけど、久しぶりの MV 撮影風みたいな感じで、しっかりとしたあのセットで、なんていうんですか、カメラも何台かあって、たくさんの方に囲まれて撮影していただいて、まあ、緊張感ももちろんあったんですけど、この曲の爽快感っていうのが本当にすごいので、なんかその弾ける恋心みたいなのが伝わればいいなと思って、なんかカメラのあなたをね好きだよっていう気持ちで歌って、ちょっと声を出しながらねできたんじゃないかなと思います。この曲は私がリクエストというか何曲か選ばせていただいた中の一つだったんですけど、まあもともとこの曲がすごい好きっていうのもありますし、以前バースデーイベントで挑戦させてもらって、なんかなかなか挑戦しづらいなっていうのが自分の中であって、すごく有名な人気な曲で難易度も高いなっていうのがあったので、歌うまではなんかなんだろう、もうちょっと自分に自信がついてから歌いたいなってずっと思ってたんですけど、少しだけだけど自信がついてきた気がして、そうだからねバースデーイベントで歌ってみて、なおさらね自分の中でこう噛み砕いていけた部分があったので、今回歌唱動画でも選ばせていただいて、まあ、みんな絶対好きな曲だと思うので、それを私が歌ったらこうなるよっていうオリジナル感も出しながら歌わせていただきました。この曲ならではの気をつけたポイントとしては、すごく爽やかで可愛らしい曲なんですけど、ちょっとロックな感じがあったりだとか、こうなんていうんですかね、主人公恋してる相手が友達の期間が長かった幼馴染みたいな感じの相手なので、もう好きです好きですもうラブですみたいな、あんまりブリブリ系のラブにならないように、好きなの知ってるみたいな、気づいてるみたいな感じで、ちょっといたずらな表情というか、なんかそういうのを出せたらいいなっていうのを意識してやってみました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。おやつタイムです。今回は東京宝の馬場本霊前さんのサンドイッチを用意していただきました。おー、台湾式サンドイッチ。1947年創業、台湾で国民的人気を誇る老舗本霊前のサンドイッチ。こだわりの自家製マヨネーズが特徴で、まろやかな甘さと塩気のバランスが絶妙で癖になる味わい。今回はお店の一番人気マンハンとイチゴ、ブルーベリーの3種類をご用意しました。うん、もうここまでいい匂いが、うん、そう、パンのいい香りがしますね。パンのいい匂いがしてて、もうめちゃめちゃね、うん、今すぐにでも食べたい、はい、ちょうどねお腹も空いてきたような、ねね、時間なので、うん、マンハンっていうのが、はい、私ノーマル、ね、ノーマルのものになってて、はい、で私は、ブルーベリーの味も置いてありまして、うん、イチゴですよね。はい、刃先はイチゴが置いてあります。じゃあちょっと、はい、マンハンからいってしまいましょうか。はい、いただきます。いただきます。あ、甘い。挟まってる多分甘いマヨネーズって聞いたんですけど、へえ、自家製ペーストらしいんですよ。あ、そうなんだ。それがめちゃめちゃ美味しいです。あ、じゃあいただきます。あ、ほんとだ。うん、バターめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃな美味しさ。美味しい。じゃあブルーベリーいきたいと思います。
色も変わるね、鮮やか。スイーツのサンドイッチですね。おお、めちゃめちゃ美味しい。ブルーベリーいいですね、じゃあちょっといちごいってみますね。あ、なんかこっちも甘いマヨネーズは入ってるんですけど、いちごのちょっとした酸味ですごくいい感じになってます。あ、本当ですか。あとチェダーチーズもね、酸味があって、なんか思ったよりチェダーチーズが、チェダーチーズ感をすごい出してくる感じじゃなくて、そうそう、ちゃんと馴染んでるから、こう酸味と甘みのバランスがしっかり取れてて、甘いものがあんま好きじゃないよっていう方でも食べれるような味わいになってますね。素敵、美味しかった。しかもね、ボリューミーだから、割と、みんなとシェアしていろんな味とかね、いろんな味た、ね、楽しめるし、それこそ男性でね、ちょっと、スイーツ系じゃ満足感ないよっていう方でもかなりボリューム感あるので、確かにずっしりくる感じでね。これだったら、これだったらモリモリ ね食べれちゃいますから。確かに。夏といえばさ、やっぱりこうモリモリ食べないと体力つかないじゃないですか。そうなんです、本当に。そうだから、そんなこう夏の体力作りとかあったりしますか？夏は、もうとにかく私はもう夏バテしちゃって、それこそちょっと食欲が落ちる時期があるんですけど、そういう時はもうライブ終わりでも何でもとにかく食べなきゃと思って、こうお肉がいっぱい乗ってる牛丼だったりとか、あとニンニクでスタミナつけたり、納豆とかキムチとか、とにかく発酵食品めっちゃ食べます。いいって言いますよね、発酵食品が ね体に。私、そうですね、食事に関して気をつけるっていうよりはやっぱり動くことが大切みたいな思ってるので、こう朝犬と走りに行ったりとか、あとは筋トレ、基本は背中と腹筋だけは毎日やったりとかして、こう体力が落ちないようにっていうのを気をつけつつ、ご飯もやっぱり意識してないと本当に食べないまま一日を過ごしちゃったりするタイプなので、そうなのでタンパク質を今日一日どれくらい取ったかなっていうのを自分でこう考えてみて、あ、何グラムぐらいしか取れてないなとか思ったらプロテインを足してみるとか、そういうことをしてちょっと頑張って体力保っております。もうアスリートだね。いやすごいね。全然、でもすごい元気に過ごせるので、そっちの方が逆にそっちの方が元気に過ごせるので、なんかぜひぜひ皆さんもね、いろんなものを食べて元気に夏やっていきましょう。はい、M ラインスペシャル2023マジカルビッシュ福岡公演が終わりました。今回はゲストに北川ちゃんが来てくれました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回 MSMW 出演してみていかがでしたか？はい、すごく先輩方とこうやって一緒にコンサートする機会が本当に少なくなってしまったし、あとはその新しい曲を覚えるっていうのもやっぱり最近この新曲ばっかりやってたので、あまりなくって、なんかすごくこのハロコンを結構思い出すような感じで、あと夏雪さんとは初めてこうやって一緒に舞台に出演させていただくことができたので、すごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに今回の公演でこの曲私推しですとか、この曲好きでしたみたいなのはある？2人ともあるので聞いていきましょう。じゃあ私先言ってもいいですか？私はみんなでパフォーマンスしたセクシーボーイ、涼風に寄り添ってなんですけど、リオちゃん今回初めて一緒にセクシーボーイやったので、それまで結構 MSMW でやらせてもらったんですけど、モーニング娘。の本家のメンバーが出てくれるって実は初めてだったので、しかもリオちゃんに実はこういう振りなんですとか教えてもらったりとかありましたし、こう隣で踊ってて結構有名だな、こうやって新人だなとか結構深くいってるなと思った。負けないように頑張るのかと思ったり、本当に刺激をたくさんもらったので、最後のねソロもめちゃめちゃかっこよかったですし、とても勉強に私もなったなと思いますし、お客さんも一緒にたくさん盛り上がっていただいたので楽しかったです。はい、すみません。私は愛して愛してあと1分なんですけど、
あのこの3人でパフォーマンスさせていただきまして、あの私はその1回イベントでそのソロでは歌ったことあったんですけど、あ、踊ったのね、あの踊ったことはなかったんですよ、あんただけ、はい、だから今回初めて振り入れもして、なんかこんなに難しかったんだっていうのも思いました。教えてくれてありがとうございます。すごくあのこのモーニングにはあんまり聞いた、あのあなかなかないその声質のその先輩方だったので、なんかすごく新鮮で、なんかあもっとこの3人でいっぱい曲やりたいなって嬉しい思いました。めっちゃ嬉しい、はい、また機会があればぜひお願いします。はい、はい、ということで引き続きこの M ラインライブは続きますので、皆さんぜひたくさん遊びに来てください。さよなら。M ラインミュージックお別れの時間となりました。はい、いや久しぶりにね、うん、あの田崎さんとはやっぱり久しぶりに会ったので、うん、そうなんですよ、ね、で話すなんか、うん、会うまではあったけど話すまで行かないまま、うん、お疲れ様でしたになっちゃうことがね、うん、多くて、ちょっと今日話せてよかったなと、ありがとうございます、思います。なんかあのやっぱり久しぶりにかりんちゃんとお話ししてみて、うん、やっぱりプロフェッショナルだなって、さっきとかもなんかこうストイックにいろいろされるイメージがあるので、そんなことないです、うん、なんかこう腹筋をね毎日したりだとか、うん、まあ、そういう食事の管理とかも、うん、めちゃくちゃストイックだな、かっこいいなって思いつつ、いやいやいや、いや私もあんまりこう一人だとなんか腹筋とかできなくって続かないんですよ。確かに。なんかその続けるっていうことができることもやっぱり努力されてる、 いいなみたいな、私も今後ちょっと見習っていきたいなと思います。一緒になんかトレーニングしましょう。頑張ります。ここで私が所属しているファンクラブからお知らせです。はい、オフィシャルファンクラブ M ラインクラブでは会員を募集しています。会員の皆様にはチケット先行受付など様々な特典をご用意していますので、この番組をご覧の皆さんもぜひご入会ください。はい、 M ラインミュージックは毎週金曜日に更新します。話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなども募集しておりますので、ぜひコメント欄にご記入ください。そしてチャンネル登録の方もお願いします。今回の M ラインミュージック、お相手は宮本かりんと田崎朝日でした。さようなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか？次回も盛りだくさんな内容でお届けしてまいりますのでお楽しみに。ナレーションは長谷川萌実でした。またお会いしましょう。